は、イギリスの公爵位。連合王国貴族。スコットランドのファイフにちなむ。ウェールズ皇、アルバート・エドワード王子の長女である、ルイーズ王女の夫となったファイフ伯爵家当主、アレグザンダー・ダフに対して1889年と1900年の2度、創設されたことに始まる。王族に対するものを除くと、イギリスにおいて最後に創設された公爵くらいである。 アレグザンダー・ダフは、ファイフ伯爵家の着男であり、エルギンネ・ネアーンシャー選挙区選出の庶民議員や、議場演師隊隊長や、エルギンシャー党官を務めた人物である。彼は1879年に、父親の死去によって、アイルランド貴族爵位のファイフ伯爵を継承した後、1885年に、連合王国貴族として、ファイフ伯爵に除された。 ルイーズ王女と初代ファイフ公の結婚を祝して作成されたタータンその後アレグザンダーは1889年にルイーズ王女とバッキンガム宮殿で結婚式を挙げビクトリア女王は彼を連合王国貴族爵位のファイフ公爵及びマクダフ公爵に除したこの時の直居上では爵位は初代公の直系男子に相続されると定められていたが アレグザンダーとルイーズの間には養成した長男、アラステアイゴ男子が生まれなかった。そこで1900年に、女王は、初代皇の女子、及びその直系男子にも相続を認めるという、特別継承権を備えたファイフ公爵及びマクダフ伯爵に助した。1912年に、アレグザンダーが没すると、 二つのファイフ伯爵くらい及び、第一期のファイフ公爵は断絶した。一方で、第二期のファイフ公爵位は、長女のアレグザンドラ王女によって相続された。アレグザンドラと、夫アーサー王子の間に生まれた一人息子の第二代、この夫公爵アラステア・ウィンザーは、未婚のまま彼女より先に母子したため、妹モード王女とその夫、チャールズ・カーネギーの子ジェームズが爵位を継承した。 三代公ジェームズは、父親から、サウスエスク伯爵をはじめとするスコットランド貴族、爵位も相続した。その子である四代公デイビッドが、ファイフ公爵家元当主である。公爵家は、アバディーンシャー州、ストーンヘブン近郊のバーン・オブ・エルジック2600エーカーの土地を有しており、一族の邸宅エルジックハウスはその辞書内に位置する。また、元当主である四代皇は、 アンダス州にあるキネアード城に居住している。かつての邸宅には、アバディーンシャーに位置した、マーロッジがあった。現当主である第四代ファイフ公爵、デイビッド・カーネギーは、以下の爵位を保有している。一族の邸宅、キネアード城。四代公が住まう。ABCDFGHIJ e ヘラルディックメディア、リミテッド、ファイフ、デュークオブ。 www.cracroftspeerage.co.uk.cracrofts ペーラーゲ・ザ・コンプリートガイドツー・ザ・ブリティッシュペーラーゲバロネタゲ2020年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月7日閲覧キレスリー ハービー、ヒズ・マジェスティーズ・ボディガード・オブ・ザ・オナラブル、コープス・オブ・ジェントルメン・アット・アームス、J ・マレー、P256, ナンバー25490。ザ・ロンドン・ガゼット、14。ジュライ1885、P3239, ナン、no. バー25958。 ザロンドンガゼット27 j u 千八1 8 8 9 p 4 0 7 7万七2 7 1 8 6ザロンドンガゼット24エープリル 1900P2605AB モゾリーチャールズ・エイド・バークス・ペーラーゲ バロネタゲナイトフッド1バークスペーラゲジェントリ P1425ISBN0 から9711966から2から1ヘラルディックメディアリミテッドサウススク Rof w w w c r a c r o f t s p e r a g e c o u k c r a c r o f t s ペーラーゲ・ザ・コンプリートガイドツ・ー・ザ・ブリティッシュペーラーゲ・バロネタゲ2020年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月7日閲覧ホワイトマン A フーオンズ・スコットランドエディンバラ1996 P86 0から862415853ありがとうございます